電気二重層の模式図。家電粒子が海面金傍に最も近づいた時にできる面をシュテルン面、それより海面側をシュテルン層、またはヘルムホルツ層、外側をグイ、チャップマン層と呼ぶ。電気二重層は流体中の物体の海面に電位が与えられた時に形成される二層の構造である。一般に仕事関数の違いや 大電の影響によって、二つの異なる物質が接する、海面には、電位差が生じる。そのため、どちらかの物質中で、過電粒子が移動可能であれば、海面には必ず電気二重層が形成される。具体的には、電気分解を行う、際の電解液と電極の海面、コロイド粒子と、分散中立ちの海面、半導体の PN 接合面などについて考えられる。 ことが多多い他ににも気泡液孔質体などの表面に生じる電気二重層は、静電下の表面に固定吸着された影イオンからなる、非常に薄い層と、静電引力の中で拡散しつつ、濃度分布が生じる層の二つの層で構成される。電気二重層は、微小なスケールでの物質の運動に大きな影響を与えるため、 ほとんどの電気化学現象のほかコロイドの安定性や、ミクロタスでの流体力学などを考える際に、重要となる。電解液に、電極から電位が印加されると、電状によって、電解液中のイオンが移動し、陽極にはアニオンが、陰極にはカチオンが集まり、最終的に電極との海面に整列する。この状態は、有電体に、 外部電位を与えた状態にも似ており、静電容量を持つことから、一定の電荷が充電されることになる。この現象は一種のコンデンサであり、実際にある種のコンデンサとして販売されている。電気二重層は、電極金棒でのイオンの挙動に大きな影響を与えるため、電気化学などの分野で重要な意味を持つ。電気二重層は、身近な物質の中でも重要である。 例えば、牛乳が安定に存在するのは、脂肪の液滴が電荷を持つために、電気二重層で覆われ、バターになるのを防いでいる。他にも、電気二重層は、血液、塗料、インク、セラミックやセメントのスラリーなど、ほとんどすべての不均質な流体に存在する。シンプリファイドイラストレーションオブザポテンシャル。 デベロップメントインザエリアンインザファーザーコースオブ。ーヘルムホルツダブルレイヤー。電気電動体を固体もしくは、液体のイオン電動体と接触させると、二つの層に共通の境界が現れる。ヘルマン・フォン・ヘルムホルツは、電解液に浸した加電した電極が電化の強イオンを弾き、表面の太陽を引きつけることに初めて気づいた。電極と電解質の間の界面には、 電気極性の反対の二つの層が形成される。1853年、彼は電気二重層が本質的には分子有電体であり、電荷を静電的に蓄えることを示した。電解質の分解電圧以下では蓄えられた電荷は因果される電圧に線形依存する。この初期のモデルは電荷密度に依存せず、 電解質溶媒の比有電率や二重層の厚さに依存する一定の微分容量を予測した。海面を記述するのに良い基礎を持つ。このモデルは溶液中のイオンの拡散、混合、表面への吸着の可能性、溶媒層極シモーメントと電極の間の相互作用などの重要な要素を考慮していない。1九百十年に、ルイジョルジュグイが九百十三年に、 デイビッド・チャップマンが、静電容量は一定ではなく、引火された電位とイオン濃度に依存することを観察した。グイ・チャップマンモデルは二重層の拡散モデルを導入することで大きく進歩した。このモデルでは、金属表面からの距離の関数としてのイオンの電化分布は、マックスウェル・ボルツマン統計を適用することで可能になる。したがって電は、流体バルクの表面から、 指数関数的に減少する。グイ・チャップマンモデルは、高電化の二重層ではうまくいかない。1924年、オットー・シュテルンは、ヘルムホルツモデルとグイ・チャップマンモデルを組み合わせることを提案した。シュテルンモデルでは、ヘルムホルツにより提案されたようにいくつかのイオンが、電極に付着し、内部にヘルムホルツモデルの電気二重層があり、外部は、グイ、 チャップマンモデルの電気二重層を形成する。シュテルン層はイオンの有限の大きさを占め、結果として電極へのイオンの再接近はイオン半径のオーダーとなる。シュテルンモデルには独自の制約があり、すなわちイオンを点電化として効果的に扱い、拡散層内のすべての重要な相互作用は空論力のものであり、二重層全体で有電率が一定であり、 流体粘性が滑り面よりも一定であると仮定する。電極モデル上の二重層の略図。1、内部、ヘルムホルツ平面。2、外部、ヘルムホルツ平面。3、拡散層。4、溶媒はイオン。5、得意的に吸着したイオン。6、電解質溶媒の分子。1947年、D.C. グレアムはシュテルンモデルを改良した。 彼は電極への再接近は通常溶媒分子によって占有されているがいくつかのイオン種や非可電種がシュテルン層に染み込んでいるということを提案した。これはイオンが電極に近づくにつれてその溶媒は核を失っていく場合に起こり得ることである。彼は電極と直接接触しているイオンを特異的に吸着したイオンと呼んだ。 このモデルは3つの領域の存在を提案した。内部ヘルムホルツ平面は特異的に吸着されたイオンの中心を通る。外部ヘルムホルツ平面はそれらの電極に最接近した距離の溶媒はされたイオンの中心を通る。最後に核酸素は OHP を超える領域である。1963年、ジョン・ボックリス、MAV デバンさん。 クラウス・ミュラーの3人は海面における溶媒の作用を含む20層の BDM モデルを提案した。彼らは水のような溶媒のついた分子が電極表面に対して一定の列を有することを提案した。この溶媒分子の第一の層は電荷に依存して電状に対して強い廃光を示す。この廃光は電状強度により変化する溶媒の有電率に 大きな影響を及ぼす。IHP はこれらの分子の中心を通過する。特異的に吸着し、部分的に溶媒はされたイオンがこの層に現れる。電解質の溶媒はされたイオンは IHP の外側にある。これらのイオンの中心を通って OHP を通過する。核酸層は OHP を超えた領域である。現在は、 BDM モデルが最も一般的に使用されている。1971年のセルジオ・トラソティとジョバンに、バザンカによるニサンカルテニウム膜上の二重層の、さらなる研究は、低電圧における特異的に吸着したイオンを有する、これらの電極の電気化学的挙動が、キャパシタのものと似たようなものであることを実証した。また、この電位領域における、イオンの特異的吸着は、 イオンと電極の間の部分電解度を含む。これは、疑似性電容量を理解するための一歩となった。1975年から1980年にかけて、ブライアン・エヴァンズ・コンウェイは、サンカルテニウム電気化学キャパシタに関する基礎、開発業務を後半に行った。1991年、電気化学的エネルギー貯蔵における、スーパーキャパシタと、 バッテリーとの挙動の違いについて記述した。1999年、彼はスーパーキャパシタという用語を造語し、電極とイオンの間の電磁誘導的な電解度に伴う表面酸化還元反応により増えたキャパシタンスを説明した。彼のスーパーコンデンサは部分的にはヘルムホルツ二重層に部分的にはファラデー反応の結果として、 電極と電解質の間で電子とプロトンの電解導による電子を蓄える。これは疑似コンデンサ容量と呼ばれる。化学結合の変化を介さない電解導の物理を呼び、数学的な基盤はルドルフ・エーマーカスにより研究された。マーカス理論は電子がある、化学種から別の化学種に移動する速度である電子、移動反応の速度を説明する。もともとは、 外圏電子移動を処理するためにまとめられたもので、ここでは二つの科学種が電子のジャンプを生じ電化だけ変化している。結合を作ったり壊したりすることの良い,い酸化還元反応のために、マーカス理論は構造変化に対する反応のために導かれた、ヘンリー・アイリングのセミ状態理論の代わりに用いられた。マーカスはこの理論により1992年に、 ノーベル科学賞を受賞した。ありがとうございます。